はい、どうも、こんばんは。えー、お風呂に入ってさっぱりしてきました、ダンディです。で、えっと、前回、えー、病状のことをアップしたら、いろんな方面の方から連絡いただきまして、えー、大丈夫なのと。で、一部の人には連絡はしたんですけども、あの、ほとんど連絡せず、あの、いました。なぜかというと、 こんな病気になりました。こんな病気になりましたって自分から言ってもなんかね、お見舞いよこせみたいな感じになっちゃうと思うので、えー、とにかく少数の人だけには言ってきました。で、動画アップしたことによって、えー、心配してるよっていう声をもらい、本当にありがとうございます。で、えー、今日は、えー、前回お話しした通り、えー、症状が出てから、 緊急搬送されて、えー、手術をして、えー、管が取れるまでっていうのをちょっと話してみたいと思います。どんな感じだったかっていうのをね。あのー、管が取れて、えー、ちょっとあのー、動けるようになってから、えー、日記をつけるようになったので、えー、それを元にちょっと。 話をしていきたいと思います、えー。1月11日、これ出血があった日なんですけれども、えー、当日僕はある人と大切な話をするために、えー、青葉区の方に行きました。で、体調がちょっと悪かったんですけれども、どうしても、えー、話しておかなきゃいけなかったので、えー、青葉区まで、えー、夜8時ぐらいかな、行きました。で、まあ、当時僕はタバコを捨てたので、 お店にあるとタバコを吸えないので、えー、寒い中外で話してました。で、寒いと血圧が上がるということを全然知らなかったんです。お風呂に入ると血圧が上がると思ってました。温まると、温かいと血圧が上がる。全然逆でしたね。あのー、寒いと血圧が上がる。ということで、あのー、外で話してて、タバコを吸いながら話す。 血管が縮みますよね。で、外で話す。これまた血管縮みますよね。もう破裂する、もう大前提ですよ。で、え、してたら、もう、急に、ほんと突然、急に、何の前触れもなく、肩から首にかけて、ーっー、徐々に徐々に硬直していくんですよ。カチ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 。 で、なおかつそのカチカチカチが終わったら、今度は耳が聞こえなくなりました。完全に聞こえなくなったんではなくて、水中に入ってて、水面で誰かが喋ってるような感じで聞こえるんですよ。モモ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 もって。いや、これやばいなと。でも、大事な話をしてるから、遮るわけにはいかないし、こらえてこらえて、もうやっとの思いで話をしてました。 で、途中途中、もうどうしようもなくしゃがんだりして、なんとかその場を耐えて、話を早めに、それでも切り上げて帰りました。家まで帰んなくちゃいけないから。で、帰って、まあ、車で、ね、えー、帰ったんですけども、血管破裂してるなんてわからないからね。で、途中、はい、うん、目がね、まぶたが閉じてくるんですよ。眠くないのにあああ。これやばいということで、 えー、端っこに車止めて少し休憩して、えー、それから家に帰りました。30分ぐらいかな。家に着くまでかかるんですけどね。で、えー、その日は、えー、結婚してから今までって、おでん、おでんですよ。おでんの中に、ガンモドキと厚揚げ豆腐を今までうちは入れたことがなくて、僕はそれを散々この30年ぐらい、入れてくれ入れてくれってたんですよ。 で、それを、今回初めて入れてくれたから、どうしても食べたかった。で、頭痛いんですよ。ガンガンに痛いんだけど、あのー、よく蜘蛛膜下出血って、バットで殴られたような痛さって言うけど、全然そんな、あんな痛さではないですね。うん。あのー、なんとも言えない痛さ。ただ今まで経験したことない頭痛ですよね。で、その中で、とにかくおでんを食べました。せっかく作ってくれたからって。 僕の気持ちを買って作ってくれたから、もうとにかく食べました。で、食べた瞬間に吐いちゃったんです。全部。食べて気持ちよく吐きましたね。苦しいじゃなくて、うわーって吐いちゃいました。あの、ご飯中の方がいたらすいません。全部吐いちゃいました。で、えー、いやいや、これはちょっと困ったなと。 というところで、えー、ネットでいろいろ調べました。ちょっとごめんちゃいごめんちゃいネットでいろいろ調べました、症状。えー、首の後ろが痛い、肩が痛い、頭痛がする、気持ち悪いということでね。えー、そしたらいろいろ出てきました。蜘蛛膜下とか脳出血とかね、いろいろ出てきました。で、これはやばいということで、あのー、息子に救急車呼んでもらいました。で、えー、立ちながらふらふらしてるところを、次女が抑えてくれて、で、 なんか用意しなくちゃいけないのを長女がいろいろ話しかけてくれて、えー、嫁も入院、下手したら入院になるかもしれないから入院の支度をしてくれて、で、救急車が来て、えー、で、自分の足で意識はあったのでね、あのー、自分の足で救急車になりました。この時点で意識がなくなって、亡くなる方が半数だそうです。うん。もしくは病院に着くまでに亡くなる方を含めたのが半数ぐらい。 ただ僕はずっと意識はありました。最初に連れて行かれた病院が、えー、ベッドが空いてないというところで、えー、そっから、また、<laughs> これ面白いんだけど、青葉区の病院に戻されました。青葉区の病院、ま、僕はその時知らなかったんですけどね、脳外科の病院、専門のね、神奈川県の中ではなんか5本の指に入るぐらいの素晴らしい病院に運ばれました。 で、その時にいろいろ処置をしてる時に、あのー、まあ、家族に聞こえたんですね。これは雲真っ赤だと。で、えー、息子がインターネットで調べて、これ相当やばいぞと。で、あのー、その中で、えー、ベッドの上に乗せられてこういろいろ処置されてる中で、あのー、ここらに血圧計があるんですよ。まあ、血圧表示がね。 ごめんね、ごめんね。血圧症状があるんですよ、表示がね。それがもう200超えてて、200超えると赤で表示されるんですよ。それを見たときに、これ死ぬのかと。家族にまだ何も伝えてないぞと。感謝の気持ちもね、全然伝えてないっていうのがもう脳裏に浮かんで、で、あの、出撃教師のレッスンの予定も入ってたので、えー、とにかく、えー、レッスンが当分キャンセルね、できないということ、 会員さんに伝えなくちゃいけないので、息子に指示を与えました。意識朦朧と中でね。でとにかく先生も家族ももう喋んなくていいから、逆に喋るなと。いう中でも、とりあえずい主さんだけには伝えなくちゃいけないから、それを息子に指示しました。ごめんね。指示しました。で、あの、意識が朦朧として、僕はそのまま、あの、 眠りについたんですけれども、とにかく、雲蛛っ下一回出血したら、病院に行くまでには、出血が止まるんですよ。で、えー、次に出血したらもうアウトなんですね。で、その出血しないように血圧を安定させて薄暗い部屋に連れて行って、もうとにかく刺激がないところに連れて行かれるんですね。それが ICU。で、あのー、そして、 いろいろ僕がそういう処置を受けてる間に家族は何をされてたかというと、えー、麻酔をします、あの目、目が覚めない場合もあります、手術をします、助からない場合もあります、それについて同意してくださいっていう,もう極限の同意の同意書があるわけですよ。いや、それを僕退院してから見たときに、うわ、うちの女房すっげえことしてたんだなって。 もうあたふたしてるね。あの大変な時期にそんな書類にサインしてたんだ。すごいなって。で、あの、先生がか、家族に言ったのは、会わせたい人がいたら、今のうちに呼んどいてくれと。そこまで言われたそうです。これも、オタクの旦那死ぬよと。いうところですよね。そんな状態、お、眠いそんな状態の中で、あの、 いろいろ家族は朝方まで美容にいました。で、えー、僕は麻酔で当然眠らされて、えー、管を入れられて、口の中から管入れられて。で、えー、おしっこに関してはやっぱり、えー、尿道にね、管を入れられて、えー、もうとにかく垂れ流れし状態。で、えー、そんな状態で寝かされて、えー、開けて12日ですね。 えー、12日の朝に、朝一発目で手術しました。で、えー、まあ、手術は無事成功したということで、家族に連絡は行きました、病院からね。で、えー、13日、また翌日ですね、翌日ですね、えー、朝、えー、口から管を抜かれました。 もう聞こえてるんですよ。麻酔かかってるんだけど、何々さん、だ抜くよ、これからだ抜くからね、ああ、はい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 ってこう、抜くんですよ。で、痛くて痛くて、まあ抜けて、で、抜けてすぐその後、酸素マスク入れられて、もう呼吸できないからね。で、も苦しいからこれ外そうとすると、いや、外さないでくれ、つけててくれ、つけててくれ、つって、えー、それほどね、あの、大変な状態でした。で、もう体、目覚まし、体見たらチューブだらけで、 一本、二本、三本ぐらい入ったのかなもう、ピコ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 になっててね。で、その中でも、朝食は、あの、それも朝から食べることができました。まあ、お粥ですけどね。そのお粥を見たときに、生きてるんだ。生きてて、なおかつ、自分でご飯食べれるんだ。お粥ですけどね。とにかく美味しかった。 本当に美味しかったです。ただ、あの、たった一日寝てただけで、床ずれになりましたね。その床ずれは、2ヶ月経った今も治んない。うん、床ずれって大変なことだよね。やっぱりね。少しずつは治ってきてますけどね。で、えー、とにかくゆっくり、ゆっくり食べました。で、えー、次にお昼ご飯お昼ご飯はね、 カレーが出たのね。で、カレーが、まあ、薄味なんですけど、カレーが出ました。もう、これはカレーはうまそうだってことで、ガツガツ食いました。そしたら、食い終わった瞬間に全部、ゲーって吐きました。カレーの輪にね、きれいにゲーって漫画のように。食事の方いたらごめんなさいね。全部吐きました。で、えー、そっから、今度は、手術後の治療が始まるんですよ。この治療が、 とんでもなく過酷な治療で、感染症予防、それから合併症予防のために、まあ、後者ですよね、特に。特に後者合併症を併発しないようにする治療があります。それは、血管練縮って言って、血管が縮まろう、縮まろうとするんですよ、手術の後は。で、 これ縮まっちゃうと脳梗塞になってこれアウト。死んじゃうんですよ。だから縮まないように広げる薬を入れるんですよ。点滴でね。血管を広げる薬。これが半端じゃなく痛い。なぜかというともう血管破裂してるんですよね。で、破裂して脳内圧迫してるんですよ。で、その状態でも頭痛いのに なおかつ血管を広げるから、もう頭の中が、もう過密状態。<laughs> 圧迫されてね。血管がもう広がってね。広げて広げて、これでもかということを広げるからで。とにかく痛い。もうどのくらい痛いかって言ったらこう、今まで経験したことないくらい。く蛛真っ赤になった時より痛い。それが24時間、2週間続くんですよ。血管練習が収まるのに2週間。 ここは油断できないから、この薬を2週間徹底的に入れて、えー、脱水症状にならないように、とにかく脱水症状になると、やっぱり血管に良くないから、とにかく、入る水分、出る水分、徹底的に管理されました。もう、とにかく水飲んで、水飲んで、水飲んで、はい、出ます、出ます、出ます、はい、出すぎちゃった、水飲んで、水飲んで、水飲んでって、とにかく徹底的に管理されました。で、 あのー、この治療っていうのは、本当に痛くて、破裂するとこれ絶対するんですよ。だから、この痛いのほどなった人じゃなきゃわかんないんだけど、予防した方がいいです。とにかく、予防は、まあ、食事云々観音よりも、脳ドックを受けて、動脈瘤がないかどうか、血管が正常かどうか、ね、えー、それをしっかり検査してれば、 僕みたいな子にはならないです。痛い、その治療もね、しなくて済みます、ね。で、あのー、動画の方長くなっちゃうのでね、今日はね、あのー、発症から、緊急搬送、緊急手術、それから、えー、術後の目覚めまでちょっとお話ししました。で、えー、この後がも,ものすごく過酷になります。で、それは次の動画でお話ししたいと思います。ただいま、12時半過ぎてます。あ <laughs>、じゃ眠いね。 もしもーし。おはよう。ねえ甘えたいよね。この子もね、ずーっとね、あの、僕が入院してる間ね、ほんと寂しい思いさし,たし,し、さ、寂しい思いさしちゃったからね。ほんとに今、甘えんぼ。ね。っていうことで、あのー、また次回の動画でお会いしましょう。あのー、少しでもね、皆さんに、えー、肛膜下集結という病気が、どんだけ大変な病気なのか。そして、あのー、 後遺症がないにしても、その治療がどれだけ大変なのかっていうのを知ってもらいたいので、えー、次回の動画では、えー、その治療合併症に対する治療。そして、えー、もう一つは感染症に関しての予防をちょっとお話ししてみたいと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょうねー。バイバーイ。